ルプリーキメディア博物館のフィンランドのゲームコンジャックで展示されたフィンランドのコンピュータゲーム2012年撮影。フィンランドのコンピュータゲーム産業の歴史は1979年に始まった。この年テルマック1800で動かせるチェスゲームが発表された。フィンランドのコンピュータゲーム会社ではスーパーセル、ロビオ、レメリィエンターテインメント、バグベアエンターテインメント、 サレイク、レッドリンクス、フローゼンビット、ハウスマークが収めており、フィンランドで開発されたゲームのうち最も重要なものには、マックスペイン、ラリートロフィー、スターダスト、アングリーバーズなどがある。男の子の脂質にあるコモドール64、1989年から1993年頃の写真。コモドール64は1980年代初期のフィンランドにおいて、 最も人気なコンピューターだった。1980年代初期、フィンランドにおけるコンピュータゲーム開発はただの趣味だった。コモドール社のコンピューターは当時フィンランドで最も人気のあるコンピューター製品であった。主にベーシックで書かれたソースコードがマイケロビティなどのコンピューター雑誌で公開され、マイケロビティは当月のプログラムの賞金として500から1000マルカを提供していた。 ニンテンドーはゲーム機を発売していたが、ライセンス費用がアマチュアにとっては高すぎたため、フィンランドのゲーム開発者には興味を持たれなかった。フィンランドで初めて制作されたコンピュータゲームは1979年に発表されたテルマック1800で動かせるジェスゲームである。より大規模なゲーム制作は1984年に始まり、 アメアスポーツコーポレーションのソフトウェア部門であるアメアソフトがコモドール機で動かせるゲーム4種類を発表された。メフリニャ、ミューラヤ・ハティ、ヘルクスー、ラハールフティマスの4種類だったが、インターフェースがフィンランド語であり、国際で宣伝する計画もなかった。アメアソフト以外にもトリオソフト社とテクノピステ社がゲームを発売しており、またコモドール以外にも ZX スペクトラム、 スペクトロビデオ MSX 向けのゲームが発表された。この時期の有名な開発者には、スタブロス・ファソーラスというカタパニマキがいる。1990年代、アミーガや PC、AT などより複雑なプラットフォームがコモドールにとって変わろうとしていた。その複雑さにより、ゲーム開発は一人のヒーローではできなくなり、開発チームが必要になった。2004年のアセンブリ。 デモシーンが開発者を集めてきた。この時期の重要なイベントに1992年以降行われてきたアセンブリというデモの見せ合い、イベントであり、当時デモ開発者が集まる世界最大のイベントだった。アセンブリはアマチュアが短いデモを行って、プログラミングスキルを披露する場である。デモシーンの発展には、海賊版も大きく寄与しており、無料でゲームを入手したい人々が、 コピーガードを破る方法を学んだ。当時のクラッカーグループの間には競争があり、名声を得るためにクラックしたゲームにイントロを追加したりした。これによりイントロの開発自体にも競争が生じ、イントロの資格品質も競争の一部となった。アセンブリの組織者、ユッシラー・アコネンによると、デモシーンが発展した理由は、親が子供にゲーム機ではなくコンピュータを買い与えたこと。 そしてコンピュータがあれば自分のイントロや他のデモを作ることができるという2点である。フィンランド初のコンピュータゲーム会社テラマークとブラッドハウスは1993年に成立した。1995年には併合してハウスマークになった。テラマークとブラッドハウスはアミーガのゲームを開発したがハウスマークはパーソナルコンピュータのゲームを開発した。 サムリシュバフオコはデモシーンで知り合った人々と共に両親のガレージでレメディエンターテインメントという会社を成立した。レメディが初めて開発したゲームが成功を収めるとレメディは正式にオフィスを構えてファーストパーソンシューティングゲームを制作した。この FPS は後のマックスペインとなった。アーケードゲームの一種であるヘビゲームがノキア社の携帯電話に プリンストールされた。このヘビゲームではヘビを4方向に動かすことができ、グラフィックスは黒い四方正方形だった。ノキア社のヘビゲームは1997年にノキアの設計エンジニアであるタネリ・アルマントによって開発され、ノキア6110で初めて搭載された。ノキアの携帯電話では他にいくつかのゲームが搭載されたが、成功を収めたのは、 ヘビゲームだけだった。ノキアが初期のモバイルウェブである WAP を導入すると数種類のゲームが WAP 向けに開発された。WAP はインターネットを携帯電話にもたらす予定であったがユーザビリティが悪くデータ料金が高かった。しかし、インターネットに対する熱意により投資者が携帯電話ゲームの開発会社に投資するようになった。 初期の携帯電話ゲーム開発会社には、ライオット E、そしてハウスマーカーのスピンオフであるスプリングトスがある。国際の大企業がベンチャーキャピタルでライオット E に2000万ユーロに投資したが、ライオット E は数年で破産した。携帯電話のディスプレイが白黒からカラーになり、Java が広く使用されると、携帯電話ゲームの見た目もより魅力的になった。ゲームの流通は、 通信事業者がそれぞれ独自にアプリストアを運営していたため、まだ通信事業者それぞれに連絡して流通させる必要があった。また、ハードウェアでも標準化がなされていないため、ゲームを開発した後も様々な携帯電話で遊べるようにするためにはプログラムを変更する必要があった。2001年、マックスペインは発売された。マックスペインは 発売から10年間750万本以上の売り上げを出し、この時期のフィンランド製ゲームのうち売り上げの最も高いものとなった。2000年8月、ハボ b という青年層をターゲットとしたソーシャルネットワーキングサービスが開始された。ハボ b の利用者は自分のハボ b キャラの作成、ホテル客室の設計、新しい友達との出会い、他の利用者とのチャット、パーティーの開催、 バーチャルペット街、ゲームの作成と遊び、クエストを行うことなる、様々なことができる。ハボーホテルの制作者、サンポカルヤライネンとアーポキュロラは、ハボーを作る前、とあるバンドのウェブサイトのアバターアプリ、および通信事業者の宣伝のためにスノーボールのゲームを開発した。ハボーホテルは、最初には、ホテリクルタからという名前だったが、イギリスから始まった。 国際用のバージョンは、ハボーホテルという名前になった。ハボーは、最も拡大した時には11個とこに対応しており、100カ国の利用者があった。ハボーの利用は無料であり、小額決済で売り上げを出していた。各利用者は、自分のホテル客室を有しており、客室を飾るためのアイテムは SMS を経由しての、支払いで購入できる。SMS 支払いは後に、 デジタル方式のトークンに置き換えられた。ダウンロード販売はゲーム開発に革命を起こした。2003年、バルブ社のスティームが登場、以降 PC ゲーム最大のデジタル流通プラットフォームになった。スクリーンダイジェストによると、2013年時点では、スティームが75%のシェアを有していた。伝統的なゲーム流通モデルにおいて、ゲーム開発会社は下請けであり、流通は、 宣伝や輸送コストにより高かった。このモデルでは開発会社が収入の1割しかもらえなかったが、デジタル流通では流通会社が収入の3割しか中抜きしないため、インディーズゲームの開発者が市場にゲームを売り出せるようになった。2003年に発売されたノキア社の N ゲージ。2008年。 フィンランドのコンピュータゲーム産業の総売上高は8700万ユーロであり、従業員数は1000人以上だった。2008年、アップルがアップストアのサービスを開始した。この出来事が携帯電話ゲームの成功の転機となった。ノキアも自社でアプリマーケットを開始したが、ノキア社のシンビアン電話がアップルの iPhone よりもユーザーインターフェースが劣っていた。 N ゲージで発売されたゲームは50本以下で、値段がそれぞれ5から10ユーロのに対し、アップストアのゲームの値段は1ユーロ以下のものもあった。ロビオエンターテインメントから解明したは、iPhone のゲームのみ開発することにした。ロビオ社が発売した Angry b ー r s ーは大成功を収め、2015年7月時点で Angry b ー r s ーシリーズのダウンロード数は30億を超えており、 最も売れたフリーミアムゲームシリーズ及び最も成功した iOS アプリとなった。レメディも2010年にマックス・ペインの続編アラン・ウェイクを発売した。マイクロソフトとの契約があったためアラン・ウェイクは当初 XBOX360 のみの発売となった。ダウンロード販売のシステムにより2011年以降スタートアップ会社の参入が多くなった。 2001年から2014年までの間、新しく成立したゲームスタジオは179社あり、外国からフィンランドのコンピュータゲーム業界への投資は12.6億ユーロに上った。アングリーバーズの成功に触発されて、フリートプレイのモデルが最も多く使用された。スーパーセル社はフリートプレイのゲームをいくつかローオンチしており、 うち2012年にローンチしたヘイデートクラッシュオブクラン、2014年にローンチしたブームビーチが成功を収めた。2013年時点のスーパーセル売上高は6.72億ユーロだった。同年にはスーパーセルの株式の大半がソフトバンクとガンホーに売却された。ソフトバンクがスーパーセルの株式を購入するとスーパーセル社の価値が55億ベイドルまで上がり、 それまで価値の一番高い携帯電話ゲームスタジオである可能性が高い。2014年コンピュータゲーム産業の中心にあたる開発とゲームサービスの総売上高は24億ユーロである。これは情報通信技術産業の売上高の25%にあたり、また文化産業の付加価値の2割にあたる。ありがとうございます。